ケロッコクリティカルヒットですわ。あ、ケロッコが。皆さんこんにちは、柚月史郎です。はい、今回もフォールアウト4やっていきたいと思います。パイパー先生がね、喋っておりますな、うん、ちょっといただけるものね、しっかりいただいていきたい、うん、いやアイテムがねいっぱいになっちゃうのはちょっとこう予想外でしたけど、結構ここアイテムだらけだな、うん、やった、ダクトテープぐらいかな。あとは使用済みオイル缶、パイパーを喜ばせました、うん、こちら ありがとうございますだ。こんなもんかな、うん、じゃあまた先ほどのこう道に戻りましょうか。どっちが正しいんだ、あそこなんか赤くなってるな、あ、なんだろう、あー反射して赤くなってんのかな、うん、この先だな。一応、チキンセーブもね、させていただきたいと思いますよ。こっち大丈夫か、よし。敵は一見いない感じですな。うん。ここは病室ってことは、あ、やっぱりスティームパック。うん。薬とかがね、チロチロ、あ、あるね。うん。これありがてえ。こんなもんか。うん。いや、コソコソやっていきたい。さらに下に行けるの。まずはこっちに入りまして、食堂だった感じかな、ここは昔。あ、ぬかコーラね、うん、あ、完全にこれ食堂ですな、うん、特に使えるもの、あったね。いや、ゴミ箱もちゃんと調べてみるもんだな。あ、これはボブルヘッドやん。ビンゴね。エナジーウェポンのクリティカルダメージが 25% アップでございます。うん、これはいいぞ。ボブルヘッドさんを手に入れました。あ、食べ物がねチロッと入っておりました。ん、パンケース、うん、誰かがいい使い方を思いついていれば、うん、こんなもんか。敵のセンサー読み取りを検定を攻撃中。あ、いるやん。パイパー危ないよ、後ろ。そこいるから。よし、私がやるわ。怖い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 。ちょっと。オッケーオッケー。ショックバンドだけか。うん、まだいるな。あそこか、人造人間 C か。パイパーが怒っております。 OK、 これで一応2匹、うん、どうだ、キャップフュージョンセル、胴体か。プラスのやつは欲しいんだよね。あ、ヘルメット、うん、いただいておきましょう。さて、この先、うん、こっちをね探索しておりましたから、うん、あ、油か、とはこちらか、うん、あと奥かな。あら、武器庫みたいな武器がちょっとあるな。大丈夫か。こんなところに爆発物ボックス、折れております。うん、さあどうだ、こっちかな、もうちょっとだな。よし、オッケー。素晴らしい。投げ物系か。うん。こんな感じか。あとはないかな。うん。じゃあ、戻りましょうかね。いや、インスティチュートのね、増援部隊がね、来ておりましたが、下行けるな。どっちが正しいかな。あ？あ、これ、ぬかコーラのあれやん。下だね。こっち先行こう。うん。ここは大丈夫かな。ぬかコーラと
ん？パスワード。これはいいぞ。ダクトテープと。うん。こっちに行くべきだったね。やっぱり先に。オッケー。よし。じゃあ行きましょうか、パイパー先生。チキンセーブもしてと。ちょっと食べ物でね、回復しとこうかな。ドクチョップ。うん。誰かいますか？大量にありますから。あ、いる。いるわ。わあ、これやべえな。とりあえずまず腕。うん。よいしょ、クリティカル。死んでもらいます。死んでもらいますってな。うわあ。これはまずいぜ。ショットガン。この強いショットガンでもこの威力や。大丈夫かパイパー、あんまり前に出んなよ、危ないから。うわ、パトロールがいる。よいしょ、パイパーに当たってねえか。ちょっとよいしょ、まずはこの強いやつを。よいしょ、オッケー。あ、ごめんパイパー、スティームパックパイパーでございます。うん、ちょっとね、食べ物でね、回復しとこうか。ちょっと毒チョップ食べて。うん。胴体。ああ、もう重いか。根性も意志の強さもあるのは認める。立派なもんだ。喋ってるなー、ケロックが。だが、まるきり分かっちゃいない状態で頭がパンクしているぞ。ケロックが喋っております。チキンセーブ。うん、チキンセーブもさせていただきつつね。あ、薬や、ありがて。この先もうちょっとだな。もうほんのちょっとのはずや。よいしょ、ここか。まだ間に合う。ん？やめるんだ。 U ターンして出ていけ。え？その選択肢は残ってる。そう、ここか。ケロックがね、なんか説得してるの。私のことでしょうかね、戦前のあれっていうの。あ、あそこか、レーザータレット。よいしょ、奴らの群れ。ちょっと待ってくれ。オッケー。あと一個どっかにあるはずだな。奥にいるのかな。ここか、ターミナル。ここはちょっと後回しにしようか。うん。ここはなんだ、このターミナルは。やった。タレットコントロール。防衛システムについて停止。うん。よし、オッケー。まずはね、タレットを停止させていただきました。うん。あ、本がある。そう。これ、ステルス陣に見つかる確率がさらに減少。これはありがて。あとは、うん。お酒、ライター、タバコ、うん、ぐらいか。さらに奥にも行ける感じだな。よいしょ、トイレか。うん、よし、救急箱これいただきましょう。よし、いいわね。いや、本当にたくさん手に入るな。タバコと、こんなもんか。うん、こんなもんだな。よしよし。ああ、びっくりした、パイパーか。どっから出てきたよ、びっくりさせんな。ああ、あのレーザータレット止まってんだよね。これじゃあもう大丈夫かな、安全かな。うん、クリップガム。この中は、ああ、壊したやつか。うん、こっちはこ通じてる？厳重に守られてるっぽいけど、敵はいないか。
鉛筆、うん、いやいろんなものがね本当にあるけど、もう取れるものが少ないからな、うん、お、医療キット、やったな。探していた相手はここだ。部下の人造人間たちは非番でな、話をしようじゃないか。もう近いな。はい、あー、ケロックとこれちょっと待ってくださいな。今ちょっと探索が忙しい感じなんですけど。素晴らしい、ケロックさん。ね、ちょっと待って、ケロック、あとマジかな。うん、荷物いっぱいだな。荷物重すぎるってな、これ。ね、まずケロッカちょっと後回しにして先に探索をね、進めていきましょう。うん、ここも安全っぽいな。お、弾薬、これはいいね。こんなもんか。さらに奥、うん、一応安全のようですな。いやー、本当にいろんなものがね手に入っておりますよ。あとこの先、うん、行き止まりのところがあったから、ここね、うん、パスワード、よし、セキュリティコントロール、ドアを開く。どうだ、よし、ドア開いてる。どうだ、あー、物資が入ってるだけって感じかな。うん、一応ちょっとセーブさせていただきましょう。いやー、すごいね、薬が大量。うん、綺麗な水も大量。こら、いいものばっかりですわい。ヘアピン箱、うん、ありがてえ。セキュリティゲート、さらにゲートがあるか。どうだ、よいしょ、やった。あ、すごい弾薬が、こらいぞこらいぞ、弾薬っていうか弾が大量ですわい。こんなもんか。あ、10ミリピストルか、レーザーライフル、うん、お、フュージョンセル、ミニニュークや。あ、ヌカランチャーか。ヌカランチャーね、高く売れるんだよね。ちょっとね、いらんもん置いていこうか。うん、よし、これでね先に進みたいと思いますよ。うん、やっとアイテム整理終わったわい。よし、この先か、ここ大丈夫かな。なんか引き返せみたいなことをね言っとったけど、私はねこのまま行きたいと思うよ。うん、ここか、人造人間がいるわ。やばい、ケロコを殺すようになっちゃったわ。逃げる逃げる逃げる。というね、夢を見たような気がしました。うん、出たな、この先だよ。うん、ケロコをねちょっと、ここでもう一回セーブして、どんな感じ、ケロコお話しさせていただけませんか。話を聞こう。ショーンはどこ。うん、赤ちゃんはどこなの。そうだね、ショーン、こっちもあんたと同じような操り人形なのさ。操り人形、こっちの舞台が少し大きかった。うん、それだけだ。ショーンは何それ、うん、もう赤ちゃんとは言えないかもしれないが、だがよくやっている。ただよくやってる。どこにいるの。影で糸を引いていた奴らと一緒だ。どこ、どこにいる。この傭兵野郎、息子はどこ。使い込まされた言い回しがあるよな。うん、すごく近いのにすごく遠いか。それがショーン。
だが心配するな。どこにいるんだ。あの子が無事で幸福だと知って死ぬんだから。うん、死ぬ。思っていたより少し年は上だが元気だ。少なくとも愛のある家にいる。インスティチュート。え、インスティチュート、探してくる。インスティチュート、どこにいようと息子を見つけてやる。うん、見つけるね。いい根性してるな。驚かされたのは認めないわけにはいかない。正直、なんていうか、好きになりかけてるよ。あんたはきっといい母親だったんだろうな。私のこと好きになってるのか。その気持ちには頭が下がるよ。うん。たとえ全くの無駄だとしてもな。無駄？だが、もう話は十分だろう。最後はどうやって終わるか分かっているの。うん。だから、準備はいいか。そっちこそどうなんだ。覚悟はできてる。問題はそっち。よいしょ、いた。クソケロック、クソ野郎、死ね死ね、畜生め。ケロック、クリティカルヒットですわ。あ、ケロックが消えてる。あの野郎、ちょっと ケロックが消えたんですけど、まずはクソケロック、どこだよ、わかりづれな。よしよしよし、ケロク死んだ。うん、ケロク死にました。お、これはいい武器や。ちょっと、拾っておきましょう、ケロクの服。うん、ちょっと待って、大丈夫、人造人間と戦うわ。いい、オッケーオッケー、愚かですね。どっちが愚かか教えてやるわい、バカタレが。おれ、よいしょい、オッケー。これで全員か。うん、いやー、なんとかね、倒し終わりましたよ。うん、いやー、だけどね、こんなに大変なところとは思ってなかったな。いやー、大変だった。ちょっとね、いろいろ回収させていただこう。ケロックの死体にさ、もうちょっと、ちょっと待って、いろいろあるな。センサー、なんだセンサーって。あ、耳の検査器具や。うん、ケロックの死体、サプレッサーか、これ2つ拾っとこう。うん、いやー、ここにいたんだねケロック。いやー、遠回りしたね結構。で、あのエキスパートだと多分サクサクとこう開けられた感じなのかな。うん、まあね、遠回りしただけね、あのありましたよ。うん、いいあのアイテムとかもね手に入ったから、まあまあ良かったんじゃないでしょうかね。うん、いやー、にしてもインスティチュートにいるってね、あのショーン、いやー、重すぎるか。これでいいかな。うん、いやー、本当に遠回りしたな。どっから出られるんや。ここからは出られないか。ここから出られませんな。うん、どっかにね、開けれるところがないかな。うん、遠回りして帰るしかない感じでしょうかね。ん、あ、これだ、パスワードが必要。ちょっと待って、この隣にさ、やっぱりこんなところにいいものあったね。うん、他はレコーダー、いやー、重すぎるって言われちゃったな、またこれ。うん、フューズ、あ、ヘアピン、あ、ちょっと待って、これ、あー、荷物が重すぎるわ。いやー、本当にね、いっぱいいっぱいだな。キャップ10ミリ、サプレッサー付きか。ちょっとサプレッサー付きはいただいておこうか。ね、いらないものね。うん、まあ、ジャンク品かな、もう。
一個置いとこうか、仕方ない。うん、あともう一個、これを一つ、どうだ、これで、お、軽くなったか。パイパー座ってるわ、あそこで休憩してるわ。パイパー、どうした、大丈夫か。あー、休憩ゆったりしてるわ。まあいい、まあいい。ね、作業進めましょうか。あ、ゴミ箱か。こちらのターミナルで、セキュリティコントロール、あ、ログが見れるの。ん、手がかりについてニックと話すか。んー、ケロックのメモ、ショーンがインスティチュートに連れ戻され、支払いを受け取った新たな命令、反逆者を追い、援軍を集め平原砦を襲撃して確保すること。なるほど、ドアを開けましょうかね。うん、いやー長かったけどね、なんとかこれでね帰れるかな。うん、どうだ、ドアを開けている、 OK。 ふう、あ、開いた開いた、よかった。いやー本当にお疲れ様でございます。うん、あら、ここが閉まってるぞ。あの、すいません、このドアがね鍵かかっちゃってんだけど、確かどっかから出れたような気がするんだよね。うん、この先のどこかから出られなかったかな。結構探索してきたけど、トイレか、この先か。どっちかから出れたんだよね、外に確か。うん、